名所江戸百景第百十四景、陸には施設中江戸料理とは、江戸時代の江戸で発達した料理、またその流れを汲む東京の郷土料理を言う。江戸近郊の野菜や、江戸前の新鮮な魚介を使用した料理が多い。江戸時代の日本橋周辺では養殖も盛んであり、タイ、ヒラメ、エビのイケスが多くあった。油っこくなくさっぱりした味が好まれることから、 初ツガツオや白身魚などが好まれていた。見た目に華やかな料理が多く、遊び心のある、もどき料理も発達した。大阪のような商人の町ではなく、武士の町、職人の町であることから、フグ鍋や柳川を含む土壌鍋に代表される、醤油と砂糖を大量に用いるはっきりと効いた味付けが好まれていたが、素材の味を生かした、あっさりした料理も多い。 料理職人の調理方法は、素材の味を引き出すことを重視している。美味しい旬のものを好み、高くても初物を競って食べた。名所江戸百景を見ると、江戸の料理を知ることができる。第114系、陸には施設中には、山クジラという獅子肉を売る店と、丸焼きのサツマイモ、丸焼きや、缶酒と、田楽、おでんの振り売りが見られる。 現在でも八百前など、江戸料理の看板を挙げる店もあるが、明治時代以降は、武士の儀礼に基づく、本膳料理の伝統は与え、懐石料理が主流となった。一部の地域では、江戸料理による、地域活性化が試みられている。江戸の食文化、東京ウォーカー浅草隅田が江戸になる。江戸料理が楽しめる街に2010年1月23日、魚鏡江戸時代。 ありがとうございます。